皆さんこんにちは。 Welcome to EgoFile。 今回はですね、英語学習者にとってものすごく役に立つウェブサイトを紹介します。で、これきっかけがですね、私のある動画のコメント欄に視聴者さんがそのウェブサイトのことについて書いてたんですよ。だからこれ初めて聞くのは何なんだろうって検索したら、もうこれがですね、もう昔からこういうウェブサイトあったらいいのになって思ってたものそのものだったんですよ。だからもう理想が実現したような感じだったので、これぜひ皆さんに紹介したいと思いました。名前はユーグリッシュですね。YouTube とイングリッシュを合わせたものだと思うんですけど、簡単に言うとこれは、検索バーの中に単語やフレーズを入れて検索すると、その単語やフレーズを含んでいる YouTube の動画を集めてくれて、その単語やフレーズを使っている場面を見せてくれるんですよ。これすごくないですか？これはね、もう本当に初めて知った時はうわ革命だって思いましたね。なので今から、実際のその画面を見せながら解説します。はい、こんな感じなんですね。ここに検索バーがあります。で、多分多くの人は発音の確認をするためにいろんな動画を検索するんだと思うんですけど、今日ご紹介する使い方はですね、ちょっと違います。英検一級の単語を調べましょうっていう使い方です。やっぱり英検一級の単語って、普通の単語に比べるとやっぱ使用頻度が割と低いので、あんまり見る機会ってないじゃないですか。で、もちろんその辞書の例文とかも検索することできると思うんですが、やっぱりリアリティが湧かない場合があると思うんですよね。これって結局じゃあどういうふうに使われてるのかなって疑問が残ると思うので、そのためにこのユーグリッシュを使うと良いと思います。じゃあ早速なんですけど、例えば英検1級レベルで言うと Arrive っていう単語がありますね。これねじれたって意味なんですけど、ちなみに Go Awry になると、計画通りに行かないっていう意味になります。じゃあとりあえずこの単語だけを調べてみましょう。はい、じゃあ単語決めたらこのボタンをクリックします。はい、そうするとこのようにね、How to pronounce Awry in English で1 out of 662ってあるので、つまり Awry が使われている YouTube の動画が662個も見つかったんですよ。そう、そして、その Awry っていう単語が使われている場面から動画を再生してくれます。はい、でここにスクリプトがあるんですけど、はい、こっからだから再生してくれるわけですよ。で、自分が検索したワードが、こここのように、黄色くね、ハイライトされます。じゃちょっと聞いてみましょうか。Human suffered from frostbite or sustained any permanent injury from the trip gone awry. はい、こんな感じなんですね。で、じゃあ例えば次に行きたいですと思った場合はこのボタンをクリックします。Well, the voting system, of course, had gone awry during the war. はい。そして、じゃあ他のねボタンの説明をすると、まずこれは1個動画戻りますね。はい、でこれは、5秒間です。5秒間戻る。はい、でこのボタンは、Awry が使われている部分をもう1回聞くっていうボタンですね。はい、でこれは、当然ながら再生と一時停止で、こっち側も見るとですね、再生速度を調整することができます。はい、もうちょっとゆっくりにしたいならば、例えばじゃあ 0.5 倍速ですね。こんな感じですね。はい、でもちろん上げることもできますと。例えば 1.5 倍速にすると、はいって感じになります。で、こちらのボタンは、この画面を小さくしたり、大きくしたりすることができます。で、その隣にあるのがですね、なんと Awry が使われている動画の一覧が見えます。こうやって、そうだからちょっと面白そうなやつを選んだり、あと例えばじゃあ今度は女性がね、 Awry っていう時どうやって言うのかなと思った時に、女性がそのサムネイルになってるやつを選べばいいんです。例えばこれ、はい、ちょっと早かったですね。ちょっと戻します。もう一回聞いてみましょう。はい、っていう感じなんです。で、このスクリプト実はこの単語にクリックするとですね、
辞書機能になってるんで辞書も出てきます、はい、すごくないですか。これもさらにもっとエグザンプルがありますね。ここにそう、これはねもう本当最強だなって思いましたね。うん、やっぱそう文章だけ見るよりかは音声も聞こえて映像も見れるとより印象に残ると思うので、まあ、英検1級みたいなね難しい単語を学ぶときに、まあ、有効活用できるんじゃないかなって思いました。はい、であとね、ちょっと面白い機能がこの上にありまして、なんとアメリカ英語とかイギリス英語とかオーストラリア英語に限定して検索することもできます。ただまあこれはね 100% 正確ではないと思うんですけどね。じゃあ一回試してみましょうか。じゃあアメリカ英語。はい、これは合ってますね。で、じゃあイギリス英語。またこの人ですね。はい、これはイギリス英語ですね。ただオーストラリア英語はどうかな。いや、この人は多分オーストラリアじゃないと思うんですけど。なので、はい、まあ、100% 正確ではないが、でもまあ面白い機能かなって思います。はい、で最後にちょっとしたおまけなんですけれども、これ実はですね、いろんな言語でも同じようなことができます。例えば日本語でもできちゃうんですよ。これすごいですよね。じゃあちょっと、じゃあ英語ファイルの動画を狙って、皆さんこんにちは、はい、私のいつもの挨拶ですね。さあ出るかな、調べてみましょう。皆さんこんばんは。あ、皆さんこんにちは。残念。じゃあ次は。皆さんこんにちは。残念。皆さんこんにちは。はい、出ないですね。一覧見てみましょうか。はい、なかなか出ないですね。まあそれでもね、1520しかないんですね。うん、まあこういうふうにね、他の言語でもできますと。でちょっとじゃあ英語に戻して、もちろんフレーズもできますよ。じゃあ今度は、I'll see you in the next lesson 。どうしても自分の動画を出したいっていうね。はい、私はいつも授業の一番最後の挨拶なんですけど、じゃあどういう風に出るか見てみましょう。はい。Thanks for watching and I'll see you in the next lesson. お。Anyway, I'll see you in the next lesson. 同じ人ですね。あ、この人ばっかり。Bye now. I'll see you in the next lesson. この人ばっかりずるいですね。ちょっとじゃあ一覧を見ると、あ、この人多いですね。あ、でも他にも。まあ、大体でもやっぱ授業関連の動画になりますよね。はい。はい、こんなまあ感じです。はい、なので皆さんどうですか？これを全部ね、無料で使えるっていう、最高のツールじゃないかなって思いましたので、今日紹介したいなって思いました。まあ、リンクはね、概要欄に貼っておきますので、ご興味のある方は、そちらから飛んでいってみてください。はい、いかがでしたか？まあこのね、ユーグリッシュっていうのは英語教育業界の中ではもう結構知ってる人もいるみたいなんですけれども、まあ一人でもね、そんなサイトあったんですかって思ってもらえれば幸いだと思いまして、この動画を作ることにしました。ちなみにこのユーグリッシュのことを教えてくださった視聴者さん、もしね、コメント欄にコメントしていただければ、たくさんの人がね、いいねしてくれると思うので、よかったらコメントください。はい、ということで、今回はユーグリッシュっていう、ものすごくためになる、役に立つウェブサイトの紹介をしました。ぜひ皆さんも使ってみてください。それでは今日はここまでです。 Thanks for watching and I'll see you in the next lesson.